どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあこのガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもこのちっちゃいウクレレでどんどん音楽できるようになりますよということで、日々簡単ウクレレレッスンやっております。今日ももりもりレッスン始めていきますよ。さあ本日のテーマソングはこの真冬に全開エネルギッシュで歌いたい曲、こちらでございます。ドン、ホワイトブレス、 TM レボリューション、めちゃくちゃ激アツです。このウクレレでもう思いっきり歌っていきましょう。はい。今日はですね、Gラボのこのガズモデルウクレレとシンプル簡単バージョンではこちらの初めてウクレレを使ってレッスンスタートしていこうと思うんですけど、今いつも使っているこのGラボのウクレレたち大好評で販売予約受付期間真っ最中でございます。ぜひ皆さん概要欄にね、詳細貼っとくんでぜひ見てもらいたいんですけど、ただいまねゲットしていただいた方はこのウクレレをふきふきする布をプレゼント中ですよ。はい。最強最高のウクレレたち、ぜひ皆さんチェックしておいてください。さあレッスン始めていきましょう。いつものように2バージョンで進めていきます。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョン、ゆっくりめでやります。と言ってもこの曲かなりパワフルな曲ですからね、ぐいぐい力こうね、力を入れるっていうんですよ。こうエネルギッシュに歌うっていう意味ですからね、力は抜いてください。はい。で後半はかっこいいバージョン、かっこいいバージョンは何と言ったって駆け抜ける疾走感とエネルギーの感じ深めていっております。2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん音楽をまずは始めましょう。はい、今のところで少しお勉強してもらって、これから自分でどんどん音楽を生み出せるようになりますからね、楽しくなりますよ。ぜひ始めてください。さあレッスン入っていきましょう。 TM Revolution の White Breath、 ガズレレ流シンプル簡単バージョンの方からゆっくりとやってみる。 1, 2, 1, 2, 3。 ここに空、季節に君は愛をどこを言うの、そんなどうだっていいから、理由のせいにして温め合おう。TM Revolution の White Bless、 ガズレレ流シンプル簡単バージョンやっていました。まあもうね、もうほんと熱いですよね。うわーという感じだけど、こうね、すごいエネルギッシュなんだけど、さっきも言ったみたいにウクレレ力入れちゃダメですよ。ウクレレはしなやかに弾いて、こうエモーショナルに力強く感じさせるっていうのがポイントですからね。雪をも溶かす熱さでいってください。今の演奏はですね、ガズレレオリジナルのショートカットアレンジバージョンにさせていただいております。主に2番のパートをカットさせていただいてるんですけど、これかっこいいところが抑えられてるバージョンだと思いますね。まずこのバージョンで練習してもらって、慣れてきたら、2番をね、こう1番の歌詞を書いてもらって、2番の、1番のコードを書いてもらって、2番の歌詞を
書き加えていって、オリジナルの楽譜とか書いて、トライしてみていただくのもすごくいいと思います。まずはね、ガズレレバージョンで練習スタートしていってください。ガズレレの動画には歌詞とコードが出てますんで、それを見ながら何回も何回も練習してもらって、1個目の、ゴール設定としては、ガズさんのシンプル簡単バージョンと一緒に合わせてできたら、すごいと思いますよ。はい、これでもね、かなりね、歌い込みが必要だと思いますけどね、楽しんでやってみてください。一緒にできるようになったよという方、おめでとうございます。そしたら次のステップ行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す。これをやっていただきたいなと思うんですけど、最初から歌詞とかコード全部丸暗記するのはやっぱり難しいでしょうか。まずはね、楽譜を見ながら、何回も何回も見ながら練習して覚えて、いずれ覚えちゃって、大空に向かって雪に向かって歌うとか、こういうのは素敵だと思うんですけどね。でも楽譜ってどこにあるんだろうということだと思いますが、安心してください。今の演奏はガズさんのノートです。はい、今回39冊目に突入しております。これをね、ここに書いてある、この、はい。このノート、ガズの手書きによるノートを今見ながら演奏していったんですけど、もうちょっとしたらみんなにもこんな風に写して、こんな風にみんなも書いてみたらいいじゃんってシェアしようと思うんですけど、ただいますごい便利なサービス、これが始まってます。ガズクラブです。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げた TM レボリューションのホワイトブレスを含むガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大な数のノート楽譜のストックの中から、毎月5曲。皆さんがこの曲やってみたい、これ曲いいな、私チャレンジしてみたい、みたいな感じでお選びいただいて、お手元にですね、デジタルデータで、すぐにですね、ダウンロードできてご活用いただけるという素晴らしい画期的なサービスがスタートしております。で、このガズクラブなんですけどね、楽譜のダウンロード以外にもね、いろいろあります。毎月2回、ガズクラブメンバーがもう世界中からのね、参加があるんでね、大セッション大会、毎月2回やってるガズオン、これめちゃくちゃ楽しいんですよ。ぜひこれもね、盛り上がりますからね、これも体験していただきたいのと、メンバーの方だけが参加できる Facebook の非公開グループで皆さんの演奏動画をアップロードして、みんなでワイワイ楽しくやってるようなところがあったりと、なかなか楽しいクラブ活動になっております。ガズクラブぜひチェックよろしくお願いします。そして、これとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学というのもやってます。こっちは大学ですから、ちょっとハイレベルですよ。こっちは YouTube メンバーシッププログラムというやつを使っていまして、毎月590円の学校代をいただいてですね、毎週2回、ライブ配信による濃厚講義でございます。こっちはですね、大学ですから、皆さんちょっとね、レベル高いですよ。入ってくださる方、きっと16ベイトとかカッティングの練習とかして、それができそうでできないかみたいなぐらいを練習してくださる方々、すごくいい感じになるんじゃないかなというふうに思います。課題曲設定して深掘り、チャットでもその場でいろいろやり取りしながら進めていっております。で、あとね、毎朝7時半からラジオ配信してます。ガズラジといって、スタンド FM という無料アプリ、ラジオアプリと、あとガズラジという別の YouTube チャンネルがあります。毎朝7時半から365日、ガズの面白いラジオ配信、ウクレレのこととかいろんなこと、ぜひチェックしてみてください。今言ったこの3つのことを概要欄に貼ってあるんで、チェックしてみてくださいね。それでは、楽譜を見ていきましょう。ホワイトブレス、TM レボリューション楽譜見ていきましょう。まずこれイントロね、ちょっとあるんですけど、今回は Am でジャーンと弾いてから、こう声そうなって入っていきましたということです。はい。今日はちょっと見てください。ワンブロックがこのちっちゃさになってるんで、ちょっとここご注目ですよ。1234、1234という感じで、結構疾走感ある早い曲ですからね。そしてこれはね、A サスポート Am って書いてあるんですけど、ここ、下に書いてあるのかっこいいバージョンで、これ2つのコードをここ使っていくよということで、こんな感じで下にこうね、書いてあるやつは、かっこいいバージョンでやる演奏だよと覚えておいてください。ここもそうですね。コードが変わってます。これがちょっと最初注意点なんですけど、こんな風に写しとくので、皆さん一時停止して書いてもらってくださいと。で、あとね、今紹介させてもらったガズクラブで、このガズの手書きノートの楽譜のデジタルデータをダウンロードしてもらうのめちゃくちゃ有効です。ガズのノートの特徴を見て、よく見るとこの言葉の上にこう点々が打ってあるじゃないですか。これでリズムがわかります。凍えそうな季節に君は、愛をと、これでわかるんですよ。これがめちゃくちゃ参考だ。あとは歌詞カードには出てくるのは、これ伸ばすところ。はい。あとこのね、言葉が詰まってるところと伸びるところの、このタイミングもすごい計算されて書いてあります。これかなり参考になると思います。ガズクラブに入っていただいて、このデジタルデータの楽譜をご活用いただくのもおすすめでございます。お時間ある方はこんな感じで書いていってください。これ感想ですね。4ブロック分感想。はい。で、ここから A メロが始まります。はい。じゃあ、ここのサビから A メロまで移しておきますんで、一時停止して書いてください。こう、ツタタタタタとかね、こう、ツタタタタタいっぱい出てきますね。これ後で解説していきます。かっこいいバージョンで出てくる弾き方です。はい。そしてここから B メロですね。ここのね、B メロもすごくいい雰囲気のね、ふんわり感がありますね。これ B メロをやって、ここを決めて、これ、かっこいいバージョンでここね、結構コードがね、動くんでね、かっこいいですよ。で、またサビに戻る。で、こうサビって書いてあるんですけど、ここに戻ります。はい。一番最初のやつにね。凍えそうなーね。で、ここをやったら、今度はね、間奏に行くんです。サビをやって間奏です。この B メロをやったら、サビをやって間奏。で、間奏はこれですね。
これ感想も結構長めなんで、後半のメロディーがあるところをやりました。で、ワンブロック無音を挟んで、もう最後はサビ畳みかけましょう。ラストのサビ。コード進行は一緒で歌詞が変わっていく感じです。ここはもう激アツですね。もうほんと。はい。ぜひ皆さんエネルギッシュに歌っていってくださいと。じゃあ出てくるコードを解説していきます。出てくるコードは、これ赤く囲ってるのはかっこいいバージョンで出てくるコードなんで隠しておきます。今日コードいっぱいありますね。言っていきます。C と Am と A7 と F、Dm、D7、G7、E7、Em7 ということで、今日はね、9つのコード。9個ですね。はい。9個もあるのかコード多いなと思うかもしれませんが、安心してください。今映ってるコードはガズレレでは入門コードのグループのメンバーでございます。これです。ガズレレ必須コードというグループのメンバーなんで安心してください。このガズレレ必須コードというのは一体何かというと、グレレを始めたばっかり初心者の方に覚えてもらいたい10個の入門コードのグループです。10個もあるのと思うかもしれないけど、1個ずつ見たら超簡単。だけど10個いっぺんにどんと覚えようとすると何がなんだか分かんなくなっちゃうんで、そこで私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃうめちゃくちゃいい動画を撮ってます。概要欄に貼っとくんで、10個のガズレレ必須コード覚えちゃってください。はい、そしたらここからかっこいいバージョンの解説、入っていこうと思うんですけど、この曲はですね、やっぱりそのドライブ感っていうかな、疾走感っていうか、なんか冬って結構こうあガタガタ寒い寒いっていうようなイメージですけど、この TM レボリューションのホワイトブレスに至ってはですね、もう汗だくで歌うようなイメージがやっぱりありますよね。まあとにかくパワフルに元気出して歌っていく、これがいいと思います。はい。あの曲のね、ミュージックビデオとかもね、もう、見てもらって世界観つかみながらね、イメージをこう頭に持ってやるのすごいおすすめです。ということで、聞き込んでやってみてください。かっこいいバージョン解説入ってきます。かっこいいバージョンではコードが3つ追加ですね。まず A サス4。まず、Am のところとその真下。ここです。この2箇所が A サス4ですね。はい。これが出てきます。これ A メロ、あ、サビで出てくるね、サビで。で、あとは D7 サス4。今日サス4ばっかりですね。D7 って入門コードわかります？これが D7 ですね。こことここ。D7 っていうのはね、ここなんですよ。こことここです。4弦の2フレットと2弦の3フレットです。はい。で、サス4って大体行ったり来たりするんで、例えばさっきの A サス4だと、A サス4の後に Am なんですね。今回は D サス4の後に D7 です。D7 サス4の後に D7。1個違うだけです。D。これが D7 サス4で、これが D7 ですね。はい、次。E7 サス4ですね。E7 サス4も、この入門コードの、E7 ですけど、この人差し指が、ここになったら E7 サス4。これも行ったり来たりです。サス4から E7 です。こんな感じで使っていきます。この3つを使って、かなり、世界観広がると思うのでやっていきましょう。で、今日出てくるリズムはですね、めちゃシンプル。これです。ドン。8ビートのチャ。これでもう疾走感バンバンでいきましょう。結構テンポもアップテンポです。もうエネルギー満載でもう疾走感満載。で、何回も言ってるけど、エネルギッシュな曲で力強くいきたいんですけど、力入れちゃダメなんです。ここが難しいの。ちょっと Am でやってみると、ワン、ツー、スリー、フォー。こんな感じで疾走感がすごいあるじゃないですか。チャという音がね、打楽器の要素を加わってすごくかっこいいくて、ガズレレでもこのね、8ビートのチャすごくよく出てくるリズムなんですけど、今回はかなり疾走感あるよということで、力を抜いてください。しなやかなんだけど、そういう雰囲気がやっぱり醸し出されるということですからね。8ビートの詳しい解説、弾き方の解説はですね、概要欄に貼ったらウクレレでできるいろいろというところに、リズムいろいろというところに、濃厚解説レッスン動画が貼ってあるんで、そこでぜひお勉強してもらいたいんですけど、これはね、結構気持ちがいいリズムです。ぜひマスターしてください。8ビートのチャ。今日はもう本当にひたすらこれ疾走感満載で弾いていくというようなイメージなんで、シンプルなんですけど、とはいえちょっと解説をしていくと、ずーっとこうやって、やっていって、もう本当、特に解説もないですね。もうコードが、ちょっとコード変わっている。かっこいい。最初の歌い出し。はい、そんな季節。ここで、君は、A サス4から Am。まあ、こんな感じで、ちょっと細かいコードの違いはありますがですね、いけると思いますね。あと D7 サス4も出てきますけれども。今日ね、かっこいいバージョンで一番注目になるのは、このツタタタタっていうやつかな。これよく出てくるやつですけど、まあ、例えば A メロの、後半、A メロのな途中のところやってみると、テレビを消し忘れ、孤独さえも度忘れで、乾燥した時間に喉を痛めてる、ツタタタタタタ。今みたいな感じ。最初にチャを弾いといて、チャッタタタタタタタって、次につながるおかずというふうに言われますけど、今日これが結構出てきます。聞いてもらったらすぐわかると思いますね。で、その後、B メロに入るんですけど、うかつな僕、D7 サスポから D7。ここ、D7 サスポ、D7、E7 サスポ、E7。ここが、結構忙しいです。切なさを中に出させて、かっこいいですよね。D7 サス4 D7 E7 サス4 E7
こういう感じでございます。ここがちょっと今日ね、早い、テンポが早いんでね、コードチェンジ。ちょっとこう予習しながらも何回もトレーニングして、リズムに乗っていってみてください。ということですね。で、サビをもう一回繰り返して、今度間奏があるんですけど、間奏の一番最後にワンブロック無音のところがあるんですけど、そこはカッティングできれば、なんかこう、ワンブロックちょっとこうね、リズムを入れていただくのがいいと思います。間奏やってみます。今のカッティングなんですよ。これ左手どこでもいいんで弦触っといて、まあこういう感じでビートを刻むっていうことなんですけど、これカッティング、そうだ、さっきリズムのいろいろなところでは、あの8ビートのチャットということですけど、今日カッティングもね、このワンブロックでこうこんな感じで入っていけるのがいいんじゃないかな。カッティングぜひこれやってみてください。カッティングちょっと難しいなと思ったら、ここはこんな感じでもいいと思いますけど、まあ、とにかくこうワンブロック分こう空白があるんで、ブレイクって言いますけど、そこでこうタカスタサカとか、バッとヒュッと、こういうのがあるといいかなと思いました。はい、ぜひやってみてください。あとはもうサビを最後畳みかける、もうここはもう説明不要でしょ。何回も言いますけど、その疾走感とエネルギッシュ、このパワフルな感じ、この曲の一番の魅力ですから。とはいえ力入れちゃダメですよ。そういう感じさせるっていうのが大事ですからね。はい、その辺意識してですね、もう全開で汗かくくらいのエネルギッシュかけてやっていきましょう。 TM レボリューションの White Breath ガズレリルかっこいいバージョン、やってみる。 White Breath ガズレリリュかっこいいバージョンやってみました。いやーもうね、心地がいい。このね、すごいこう すごい疾走感満載のこう車に乗ってるような、バイクに乗ってるような、スーッとこうエネルギッシュ、力強いこの推進力というかで、ね、そういうドライブ感を感じながらやっていただくのがいいんじゃないかなというふうに思います。冬この曲で熱くいきましょう。とうとう発売になりました。はい、こちら、簡単ウクレレソングブックのハンディ版ボリューム1とハンディ版ボリューム2です。こっちの青い方はかつて出していたソングブックの1と2が一冊になって、このちっちゃいサイズになって200曲入り、こっちのピンクの方は、かつて出していたソングブック3と4が一冊に入って200曲入り、英語サイズというかなりのコンパクトサイズになってます。持ち運びにもいいし、実家とか車の中とか職場とか、あっちに置いとくっていうのを一冊にもおすすめでございます。連れ回してください。ガズレレのウクレレたち、 G ラボウクレレたち、ただいま大好評販売予約期間受付期間真っ最中です。概要欄に詳細貼ってあるんで、ぜひチェックしておいてください。いろいろやってます。ガズレシピというアプリがあってですね、その中でも楽譜が、購入できたり見たりとか、
インストールは無料ですんで、まず入れてみて、お試し、額もあるんで見てみてください。そこでもね、たくさん楽譜がゲットできますからね、一曲でもセットでもゲットできるようになっていたり、あとね、この、水引きとかキャップだとか T シャツとかね、このウクレレストラップとか、こういうグッズもたくさん取り上がってます。公式ホームページのこのバナーに行ってもらうとね、ありますね。まずガズレレ公式ホームページに行ってもらって、このバナーをちょっと見つけていただくと、そういうのもあったりとか、あとね、ガズピアノっていうのもやってるんですよ、ガズレレでは。はい。本も出てます。これね、ガズさんが考えたね、宇宙一簡単な、弾き語り専用の鍵盤楽器の弾き方です。これをね、世の中ひっくり返るぐらいの大革命なピアノの弾き方なんですよ。ぜひこのガズピアノの、YouTube、これ YouTube チャンネルやってるんですよ、ガズピアノ。ぜひ皆さん、本当に簡単ですから。鍵盤楽器は全く弾けないガズさんが思いついた弾き方ですからね、ぜひチェックしてみてください。まあ何はともあれ、このガズレレ公式ホームページを見てもらうとですね、すごくいいと思いますよ。はい、ぜひ見ていってください。それでは皆さん楽しく音楽していこう。バイバイ。